はい、切り替わりましたね。音声等聞こえておりますでしょうか。RTA 丸などエモートでお伝えいただけると嬉しいです。どうでしょう。ありがとうございます。しっかり、切り替わっているようですね。では、改めて。皆さん、おはようございます。ピースセルセタの樹海に続いて、これから始まるのは、ナムコが誇る名作、ドルアガノ島のエニーパーセント RTA です。奏者はリヒトさん。解説は火遊びはダメよです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは早速始めていただきたいと思います。コインを投入してください。はい。ありがとうございます。3カウントで開始します。準備の方よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、では行きましょう。3、2、1、スタートです。始まりました。グッドラックです。ドルアガノ島はですね、1984年に稼働したアクション RPG のアーケードゲームですが、今回はその PC 移植版で走ります。今とは別の時間、別の世界の物語。アビリム王国に平和をもたらす天界のブルークリスタルロッドが悪魔ドルアーガに奪われてしまいました。ロッドを取り戻すため女神イシターの巫女であるカイがドルアーガの塔に挑みますが、ドルアーガの魔力により石にされてしまいます。アビリム王国の王子ギルは恋人であるカイを救い出し、ブルークリスタルロッドを取り戻すため勇気を力に変える黄金の鎧を身にまとい、ゴールデンナイトとなってドルアーガの塔へと挑みます。これから各階に隠されている宝箱を探し、鍵を手に入れて上の階へ進んでいきます。だって知ったら実家とばかりに全60階あるドルアーガの塔を駆け抜けていく様を刮目してご覧ください。2階でも、宝箱を探していきます。ここで取得できるアイテムはジェットブーツで、歩く速度が2倍になります。RTA では必須アイテムですね。これを取得するまではギルの足がとても遅いので、敵や鍵、扉の配置によっては時間切れすらありえます。実際に私は時間切れでミスをやらかしました。ここの宝箱の出現条件はブラックスライムを2匹倒すことですね。1階2階はこの足の遅さも相まって序盤の序盤といえど難易度が高く、油断ができません。ブラックスライムを2匹倒して宝箱が出ましたね。宝箱の出現する場所はその階のギルの、初期位置になるので、条件を満たした位置が遠いとちょっと取りに戻るのが大変ですね。3階へ登っていきます。ここからはですね、ジェットブーツもまとっくまありますし、テンポが上がっていきます。ここで取得できるアイテムは必須アイテムではないので、 RTA ではスルーすることがほとんどです。今回のように宝箱の中にはあれば便利だけどクリアに必須ではないアイテムや、取るとデメリットしかないアイテムもあります。ちょっと紹介が遅れたんですが、1階ではカッパーマトックというアイテムを取っています。これがあると、使いすぎると壊れてしまうんですが、壁を壊すことができますので、と使いどころにも注目ですね。ここはですね、扉の上を通過することで宝箱が出現します。取得できるアイテムはチャイムというアイテムで、フロアスタートから一定時間鍵のある方向が分かるようになります。今回はちょっと取りに行くようですね。ギルの初期位置がフロアの真ん中でも左右のどちらに鍵があるのか分かるようになりますので、結構便利なアイテムですね。鍵を取得する前に扉の上を通らないといけません。鍵を取ってしまうと、もうそのまま上の階へ行ってしまうからですね。5階です。ギルは左手に盾を持っていて、その盾で呪文を防御することができます。今回は歩行中に命中の呪文を盾で3回受けることで宝箱が出現します。さあ、今2回目。ギルの左側に出て呪文を打ってくれるといいんですが、なかなか来てくれませんね。
来ました。はい。では、抜刀時は左側、納刀時は正面に構える仕様になっています。納刀、抜刀にも隙がありますので、注意が必要ですね。この回で取得できるアイテム、ホワイトソードはクリアに必須となっています。ちなみに、明治の呪文を盾で3回受けることが条件になっていますので、うっかり明治の呪文が重なって4回受けてしまうと、その時点で宝箱が出ないので、詰めになります。すいません、くしゃみは私の家族です。大変失礼しました。申し訳ありません。さあ、6回ですね。1回で手に入れたカッパーマトックなんですが、2回使うと壊れてしまいます。ですが、一度使ってしまっても宝箱を取ればもう一度使っても壊れません。なので必要ない宝箱であっても、そのマトックの使用回数を回復させるために使うこと、取ることがあります。7回ですね。ここは1回で取得したカッパーマトックを使って壊すことで、上位互換のシルバーマトックの宝箱が出現します。ちょっとややこしいんですけど、シルバーマトックは宝箱を取る前に1回打ってからはあと2回分は壊れないので安全に使えます。8回ですね。ここの宝箱必須ではないんですが、先ほど言ったようにマトックの使用回数を回復させるために宝箱を取ることがあります。手に入れるのはポーションオブパワーですね。ですがこの回しか有効ではないので、トップの使用回数回復以外にはあんまり取らないアイテムですね。ブラックスライムがちょっと行く手を阻んでいますが、安全に9階へ。9階はマジシャンとゴーストだらけの階になっています。マジシャンはですね、バラバラに出現されると厄介ですので、この柱と柱、この間でしっかり立ち止まって出現タイミングを調整しています。このタイミングはもうリヒトさんはもう体に染みついていますね。ここの宝箱はトラップなので、取る必要がありません。宝箱を取らなくてもいい回は、鍵と扉の配置次第で大きくタイムが変わってきます。今回はちょっと鍵が端の方だったので、あまりぼちぼちといったところですね。しっかり立ち止まり、マジシャンの出現タイミング調整して次の回へ。さあ、10回最大のお祈りポイントです。お祈りをお願いします。レッドスライムが放つ呪文を盾で受けることが条件なので、レッドスライムがこういい感じにこっちを向いて、いい感じに呪文を打ってくるように、皆さんお祈りをお願いします。運が悪いと本当に打ってくれないので、いい感じにこう通路にスライム、スライムは1ブロックランダム移動なんですね。で、呪文をこっちで打ってくれるかどうかもお祈りなんです。お願いします。私は今日この10回のために地元の神社にお祈りに行ってきました。さあ、頼む。こっちに来てくれ。お願いします。ああ、しかし、ちょっとナイトが邪魔をしてきますね。ここもしっかり倒して、さあ、まず鍵を取り、あ、ここの横の通路で狙うようですね。さあ、さあ、ちなみに神社でお祈りしてきたんですが、持ってる中で一番ピカピカの五円玉を使ったので、お賽銭には、十分だと思います。そして引いた、みくちゃん中吉でした。中吉ならそろそろ来てくれるんじゃないかなと思うんですが、中吉なりの運勢が、ここ、なかなか出れてくれないですね。右下のタイム、今60秒のカウントになりましたね。普段は5桁のカウントダウンなんですけども、それが、あ、やっと来ました。よかったよかった。鍵持ってるので、タイムアウト前に次の回に行けそうですね。はぁ、一安心しました。はぁ、しかし、あ、よかったよかった。すいません、慌ててしまって。60秒のタイムカウントが始まると、触れたら即ミスになる、レッドウィルオウィスプ、ブルーウィルオウィスプが出現するので、これもまたちょっと焦ってくるところですね。はぁ、よかったです。よくはなかったですけど、よかったです。さて、主人公のギルですが、実はしっかり体力が設定されており、ゼロになると倒れてしまいます。では、その体力はどうやって確認するのかというと、パンです。
ゲーム中ギルの体力を数値で確認する手段はありません。なのでリフトさんはギルのおおよその体力を想定してプレイされてます。階を上がると回復するんですけども、いけるっしょと思って突撃するとやられたりするので、体力管理っていうのは腕の見せ所でもありますね。ちなみにここで手に入るアイテムはキャンドルといって、下の最も下の壁に触れてから上に移動することで出現します。失礼しました。12階ですね。ここはドルイドを最下段に出現させることで宝箱が出てきます。今呪文を放ってきたマジシャンのうちの一人ですね。出ましたね。アーマーを手に入れました。ドルイドの呪文は壁を壊しますので、うまく使うと魔徳を使わずに道が開けることもあります。今いいですね。鍵を手に入れてしっかり呪文を盾で受け、魔徳で壁を壊し、短縮して扉の方へ、さあ13階、ここもお祈りポイントです。ちょっと条件がややこしいんですけども、扉の上を通過してから敵を全滅させる必要があります。近くにね鍵があるんですが、あれをラッキーと言って取ってしまうと詰みますし、先に敵を全滅させてしまっても詰みになります。ちなみにこうスライムを倒すときにこうちょっと立ち止まっているのはですね、スライムには無敵時間が存在するからです。スライムの移動中は無敵時間のため倒せず、たとえ剣を構えていても即ミスになります。ランダムに1ブロック動くので油断大敵なんですけども、しっかりこうタイミングを伺って仕留めていますね。特にブルースライムはドルイドと同じ呪文を放ってくるので、不意に飛んでくる呪文には注意が必要です。でまたこう敵を全滅という条件もあって結構時間がかかる回ですね。よし、あと1体。ブルースライムが結構壁を壊してくれるのでですね、道はしっかり開けていると思います。さあレッドラインシールドを手に入れました。呪文を受けられる範囲が5ピクセル広がります。5ピクセルめちゃくちゃ大事です。失礼します。さあ14階、ここのアイテムは不要なのですぐ出ていきたいところなんですが、ウィザードが初めて登場するので要注意です。ウィザードの呪文なんと壁を貫通してきます。さあゴーストをしっかり仕留めて鍵を早々に探しに行きたいところですが、リヒトさんが最もやられた敵ウィザードが出てくるので要注意です。私はこのウィザードのせいでその場から数歩も動かないうちにゲームオーバーになったことが何度もあります。でもね、しっかり壁と壁の隙間で立ち止まって出現タイミングを調整してしっかり通していってますね。さあ15階、このゲームの操作についてなんですが、ボタンを押すと剣を振り、押しっぱなしで剣を構えるという仕様になっています。これまでもこうナイトなどは剣を構えたまま敵とすれ違うようにして倒していましたが、今回はダメージを受ける覚悟で剣を振りながらブルーナイトと交差する必要があります。ちょっと剣を振って交差して宝箱を手に入れましたね。そしてマトックを使って最短距離で扉の上、いいですね。さあ16階、この宝箱パーマネントキャンドルはゴーストがこの先しっかり見えるようになります。出現条件が左右の最も外側の壁に触れるというもので時間がかかります。ですが今回は取れます。ゴースト出現界の難易度がとても下がるので、そこでタイム短縮を狙っていきます。ここで奏者のリヒトさんの紹介をさせていただきます。リヒトさんは普段ピアキャストおよびツイッチで配信されていて、 RTA を中心にゲーム実況配信をされています。ルアーガの塔は12年前にピアキャストのイベントで怪の冒険ドルアーガの塔イスターの復活のバビロニアンキャッスルサーガの並走レースを走られて以来、いつかしっかり走りたいと思っていたんで、この機会をいただけてとても嬉しいとおっしゃっていました。はい、16回突破です。そして17回は明治ゴーストを5回ワープさせる必要があります。
先ほどの回でパーマネントキャンドルを撮ったので、このワープしてくるゴーストの姿しっかり見えると思います。ゴースト自身はギルと重なってもミスにはならず、ゴーストの呪文を受けた時だけミスになります。ゴーストは前にしか呪文を出せないので安全地帯があったりします。でこれからゴーストが出てくる回はその位置取りにも注目していただきたいですね。18回、ここの条件は最も外側にある壁に8から12秒間触れないということです。さてこのドルアーガの塔は4方向レバーと1ボタンのアーケードゲームです。今回リヒトさんはアーケードコントローラーを使ってプレイされていますが、昨今のアケコンは8方向レバーのものがほとんどです。なのでリヒトさんは4方向のみに制限できるようにコントローラーを改造しています。どうやらアーケードゲーム界隈ではあるあるらしく、その熱意と工夫に驚きますね。レバーは精密工業から今年発売された LS40D01 グリスではなくドライサーフを使用したものを今回使用しているそうです。19回、ここの宝箱は扉を開けてから1から3秒待つことで出現します。ブックオブライトというアイテムが手に入るんですが、これがないと次の回から23回まで真っ暗になってしまいます。真っ暗になってもかろうじて主人公敵アイテム扉といったものは見えるので、より歯ごたえのある難易度を楽しみたい方は取らずに進むこともできますが、まあとんでもない修羅の道ですよね。ということでウィザードがちょっと3人も出てくることもあって、ってところ扉の方に行きたいんですが、しっかり壁と壁の隙間で立ち止まり、ちょっと遠いですね。緊張してるかうまくいかなかったですね。はい、スライムもしっかり立ち止まって来るのを確認して、さあ登りたいとこですがグッとこらえて待って、初期位置に戻り宝箱を手に入れます。何かクヨブライトですね。さあ20回、3分の1まで登ってきました。この回は宝箱入れません。ドルイドが3人、ドルイドゴースト、ブラックナイト4体と敵が多いので注意が必要なんですが、鍵と扉が結構近いのでこれはこういい配置なんじゃないでしょうか。ドルイドもしっかり出現タイミングを合わせ、いいですね、21階へ登っていきます。ここはですね、4から9秒静止することで宝箱が出現します。リヒトさんの好きな宝箱の出現条件で、画面上のブルーウィル・オビスプだったりゴーストに迫られてつい動きたくなるんですが、そこをグッとこらえて我慢するのが動きの中の静寂という感じがして好きとおっしゃっていました。確かにね、ここまでほぼ動き詰めの中で最大10秒近く立ち止まるっていうのはなかなか新鮮ですね。アイテムはグリーンリングで、触れると即ミスだったブルーウィル・オビスプを素通りできるようになります。22回、ヒルの目的の一つはドルアーガに奪われたブルークリスタルロッドを取り戻すことなんですが、実は皆さんもブルークリスタルロッドを手に入れることができます。奏者のリヒトさんのチャンネルをフォローしてチャンネルポイント交換を行えば、リモートでブルークリスタルロッドを掲げることができます。ぜひ皆さんたくさん掲げていただければ嬉しいです。ちょっとスライムがたくさん固まっていて、さらにソーサラーの炎で行く手を阻まれていますが、焦らず次の回へ。たくさん掲げていただいてありがとうございます。さて23回、ここでちょっと解説の自己紹介させていただきます。普段はですね、ドルアーガの塔と同じナムコの名作であるミスタードリラーというゲームを走っています。ナムコつながりでドルアーガの胃袋なんて名前のステージもあり、私は塔を登るんではなく胃袋を下へ掘り進んでいます。今回はね、その縁もあり解説を任せていただきました。ありがとうございます。ここのアイテムバイブルで、ここのアイテムも取らないと24回以降真っ暗になるので、もう取らないとえらいこっちゃですね。条件がウィザードだけを全滅させるというものもあって、うっかりブルースライム倒したりすると罪になります。ここは初期位置で剣を1回振るということが条件です。
押しっぱなしで構えるんではなくて、短くボタンを押して剣を振ります。これをうっかり取り忘れると、26階の宝箱の中身がイビルゴーントレットになり、剣が抜けんくなるので大変危険です。バランスを手に入れました。とブルーウィルオウィスプがうろついていますが、先ほどの回でグリーンリングを取っているので触れてもミスにはなりません。ケンジも一人だけなのでしっかり立てて呪文を受けていいですね。25回、この回の宝箱の出現条件は何でしょう。答えはこの回は宝箱がありません。当時遊んでいた方は相当悩まれたんではないでしょうか。で宝箱の中身がトラップということはあっても、そもそも出てこないということはなかったので、引っかかる人は多かったことでしょう。ウィザードを先にしっかり倒してから、鍵と扉もそこそこ近いのでいいですね。16階へ上がっていきます。26階、ここはですね、ドルイドが4人出るんですが、その4人を倒しきらないうちに鍵を取る必要があります。灰色のマジシャンですね。鍵を取る前に4人全員倒してしまうと、宝箱が出ないので詰みます。ですが進むにもドルイドの数が多いと進みにくいので、適度に数を減らして鍵を取り、宝箱出現していますね。ここで手に入るのがハイパーゴントレットで、ギルの納刀と抜刀のスピードが2倍になります。抜刀が間に合わずにボスになることもよくあるので、これでだいぶ楽になりますね。27階、ここではブルーウィルオウィスプと重なることで宝箱が出現します。ヘッドネックレスが手に入るので、ソーサラの呪文が変化した炎に触れてもミスしなくなります。ちょっとミラーナイトがうろついていますが、しっかりレッドネックレスゲットですね。ちなみにマップのこの内側の壁っていうのは、すべて外側の大きな壁とつながっていますので、マトックで壁を1枚も壊さない場合は、ビルオウィスプはすべての通路を通ってきます。うまく壁を壊せば同じ場所をぐるぐる回るように誘導もできるんですが、それを瞬時に判断するのはかなり難しいですね。28階、ここで入手できるブックオブゲートディテクトはクリアに必ずしも必須ではないんですが、取らないと次の階から扉が見えなくなります。鍵を取ってからしらみつぶしに歩けば先に進めないこともないんですが、ちょっと無茶ですね。条件は剣を出した状態で扉の上で静止することです。足のいい方はお分かりかもしれませんが、つまり先に鍵を取ってしまうと扉の上に乗れないので、間違えて鍵を取ったらわざとミスするしかない回ですね。29回、29回ではですね、ギルがちょっと面白い動きをするのでご注目ください。最初にちょっとゴーストが出てくるので、完全にゴーストを誘導して、と来てくれないですね。押しに行きました。ゴーストを倒してエバーを右回りにぐるぐるぐると動かして、念願のゴールドマトックを手に入れました。とギルが右往左往する姿が見れたかなと思います。ゴールドマトック、これで宝箱を取る前と取る後でそれぞれ255回ずつ壁を壊せます。デストロイヤーの誕生です。30回、次の回の宝箱の中身がパールというアイテムで、ビルの半径3マス以内にいるドラゴンが身動きできなくなるという強力なものです。パールを取るには本来ここの回のアイテムが必要になるんですが、今回は取らない攻めチャートということです。いや、取ります取ります、ごめんなさい、あ、失礼しました、取ります、すいません、はい、ちょっと操作の方にやられてしまいましたが、今回パールを取る
ということで、この回ではポーションオブアンロックというアイテムが手に入ります。このポーションオブアンロックがないと次の31回宝箱が出せても開けられないというものになっています。宝箱取った後にミスになると宝箱取った状態でのリトライになるので鍵を取って扉へ。ああ申し訳ない、そう取らないチャートでいこうかって話してたのに取っちゃいましたね、すいませんでした。はい、大丈夫ですよ。ここはですねスタートボタンを押すことで宝箱が出現します。スタートボタン使うのは後にも先にもここだけです。そもそもアーケード筐体でゲーム中にスタートボタンを使うことがほぼないので、これを当時見つけ出すのはかなり難しい条件だったと思います。あれを手に入れました。もうゴールスマトック手に入れていますので、どんどん壁をね壊して進んでいきましょう。255回壊せるとは言うんですけど、一フロアに255万円も壁ないので実質もう使い放題ですね。32回ここは剣を2回連続で振ることで宝箱が出現します。神は24回でも手に入れたバランスというアイテムで、これがないと次の回のアイテムがイビルシールドとなり、盾の呪文を受けられる範囲が減ってしまいます。33回、ここは勇気を出してシルバードラゴンと交差しましょう。先ほど31回で、パールを取っていますので、ギルの半径3マス以内にいるドラゴンは動きが止まりますので、と比較的楽になりますね。立ち止まってくれています。あ、ちょっとダメだった。 OK、 ちょっとその判定の関係上、シルバードラゴンと交差してもすんなり宝箱が出てくれないこともあります。そうですね、1ピクセルずれてましたね今のはね。はいはい、34回ですね。ここの宝箱の中身はブックオブキーディテクトです。これを取らないと次の回以降は鍵が見えなくなってしまいます。見えないだけで取ることはできるので、これまた通路をしらみつぶしに歩けばクリアできなくもないんですが、あまりにも修羅の道ですね。ミラーナイトが2体出るんですが、そのどちらかを倒すことが条件です。さあこちらはどうでしょう。あ、当たりですね。ミラーナイトはギルと同じ足の速さで動くので、もし2階で、ジェットブーツ取っていなかった場合は、ジェットブーツを取っていないあのノロノロ足で動いています。ギルもね、ノロノロなんで、そう変わったことではないんですが。で、35回。皆さんはスライムという存在にどんなイメージを持っているでしょうか？スライムは世界初の RPG であるダンジョンズ&ドラゴンズにおいてはかなり危険で厄介な敵でした。かと思えばウィザードリーでは序盤に登場する敵になっています。ドルアーガの塔の開発者である遠藤正信さんはウィザードリーのスライムの印象からいかにも序盤の敵といったデザインにしたそうです。その後ドラゴンクエストでもスライムは序盤の敵として登場しますし、スライムイコール弱いというイメージがついたのはドルアーガの塔やドラゴンクエストの影響という説があります。実際のところドルアーガの塔のスライムは油断すると即ミスになる強敵ではあるんですけども、まあそんな話をしているうちに37階へ。ここはまずゴーストをしっかり対処していきますいいですね。それから、ローパーと交差します。ローパーは納刀した状態で交差すると体力が1にはなるんですがミスにはなりません。今度交差しても最低限の1を保ったままになるんですが、満身創痍なのでナイトは避けないといけません。さておさらいですが、納刀状態だと正面、抜刀状態だと左に盾を構えています。今回はウィザードの呪文を左手に構えた盾で受けないといけません。タイミングを調整してまずは、ウィザードの数をちょっと減らすようですね。左手に盾を構えて、はい、しっかり受けました。手に入るアイテムグリーンクリスタルロッドですね。ブルークリスタルロッドではと思った方は察しがいいですね。
ザ・ブルークリスタルロッドはドルワーガによってグリーン、レッド、ブルーの3つに分かたれてしまいました。ので残り2本も探さないといけません。ここでは上へ2回、下へ5回、ビルの移動を入力します。ヒットリングが手に入るのでレッドウィル・オイス・ビスプ通過できるようになります。さあ今度はブルーウィル・オイスプが通過できなくなるのでちょっと注意が必要ですね。さあ40階まで登ってきました。ここからはですね、4回連続で宝箱を取れません。特にこの回の宝箱は取ったら次の回でほぼ確実にミスになるので、うっかり取らないようにしましょう。ああ。っと左から来た呪文に。はい。はい。こうマジシャン系列は不意に現れて呪文を放ってくるので、しっかりやられることもありますね。特にウィザード、今回は明治ですが、ウィザードの呪文は壁を貫通してくるので、何度やられたことか。気を取り直して41階へ。はい。あ、そしてここがその悪名高いウィザード4人も出現するので大変です。壁と壁の間で立ち止まり、いいですね、しっかり数を減らしていきます。ここタイミング調整しないとウィザードがもうバラバラに登場してきて、あっちゃこっちゃから呪文を打ってくるので、こうして壁と壁の隙間で、タイミングを調整して一斉に登場させるようにするというのが RTA でなくても必須テクニックなんじゃないかなと思います。ちょっと鍵の位置が遠かったですが、これで、42階へ。あ、ここもお祈りポイントです。宝箱はいらないので配置次第では楽な階なんですが、あ、ぼちぼち良さそうですかね。ウィザードゴースト、壁を貫通してくる呪文を打ってくるウィザードゴーストのちょっと猛攻をしのぎつつ、ブルーウィル・オウィスプを徘徊してくるので、これを避けつつパール取ってるのでちょっとシルバードラゴンはスルーできますが、あー怖いですね。ブルーウィル・オウィスプがビルの周りをわちゃわちゃするととっても私は肝が冷えます。ブルーウィル・オウィスプは、左側の壁に沿って動く、レッドウィル・オウィスプは右側の壁に沿って動くという法則を持っていますので、それを今しっかり見極めて43階へ。ここのアイテムは不要なんですが、宝箱の出現条件がグリーン、ブラック、レッド、ブルー、ダークグリーン、ダークイエロースライムの順で敵を倒すという、なかなかおしゃれなものになってます。おしゃれなものなのに中身がデメリットアイテムという、逆に面白いですね。44階、めちゃくちゃ難しい回です。マジシャンをドルイド、メイジ、ソーサラー、ウィザードの順に倒す必要があります。それぞれの、イニシャルがアルファベット順に倒すということですね。順番を間違えたら罪なので、わざとミスしてやり直す必要もあります。ちなみに私はこの44回だけで40分以上かかりました。おっと、ドルイドの呪文ですね。ちょっとミスしてしまいましたが、いや本当にここ難しいんです。条件的にはマジシャンが全員出現してくるので、まあ、察しのいい人は、お、これは宝箱の出現条件マジシャン関連かと気づけたかもしれないんですが、気づいたところですごい難しいんですよ。ここでもやはり、しっかり壁と壁の間で立ち止まってタイミング調整してるんですが、ちょっとレッドナイトがうろついてくるので必死で避けないといけませんね。レッドナイトがうろついているんでね。ソーサラーを倒し、次がウィザードですね。最後の1体で宝箱が出ているはずです。出ていますね。ふう、一安心です。で手に入るアイテムはバランスですね。さあ45階へ。ここもちょっと頭をひねらないといけません。では最初から宝箱が出現していますですが、それを避けてリザードマン、ハイパー、ミラー、ブラック、ブルーナイトの順で敵を倒す必要があります。そうすると最初にあった宝箱に加えてもう一つ宝箱が出現します。一応先に手に入れてから最初からあった宝箱を取りましょう。ナイトを倒す順番を間違えるとわざとミスしてやり直さないといけません。
ハイパーナイトを倒し、次がミラーなんですが、ちょっとレッドナイトが近くにいるので、あ、いいですね。各誘導して。さあ、次ブラックナイト。そしてブルーナイトの順で。後から宝箱出ましたね。それを先に取って、最初からあった宝箱を、エクスカリバーが手に入ります。あ、先ほどの回、顕著な例なんですが、こんなもんわかるかという宝箱の出現条件も多いですよね。ブルハカの塔が稼働を始めた1984年は攻略サイトどころかゲーム雑誌すらなく、当時のプレイヤーはトライ&エラーを繰り返したり、他の人のプレイを覗き見ては攻略方法を探していたそうです。ただ苦労して見つけた情報を隠したいと思うプレイヤーも多かったようで、リヒトさんと同年代ぐらいの子がゲームセンターで手元にメモを置いてドルアーガの塔をプレイしていたのを、どんなことが書いてあるのかなぁと覗き込んだら、嫌な顔されてささっとメモを隠されたそうです。ちょっと今じゃね、なかなかないエピソードですよね。48回、ここはかなり時間がかかります。なんでかというと、部屋の四隅を通過する必要があるからです。ウィザードじゃない、失礼しました。ゴーストをしっかり倒して、ダークグリーンスライムがいますが、これもしっかり仕留めて、さあぐるっと回っていきましょう。ダークグリーンスライムの呪文はウィザードと同じ呪文で壁を貫通します。で、画面外からね、こう不意に、おお、怖いですが、うまく避けました。不意に飛んでくることもあるので注意が必要です。ちなみに剣を構えたまま動くんであれば、左回りで移動すれば、ギルは左手に盾を構えますので、左からギルにとって左から来る呪文は盾で受けられるので、もしぐるっと回るんであれば左回りの方がおすすめです。さあ、手に入るアイテム、レッドクリスタルロット手に入れました。さあ、49回、50回はちょっとプレイに集中しましょう。ですね、マジシャンであるウィザードはオレンジ色のローブを着ています。オレンジ色ですね。そしてそのマジシャンの亡霊であるウィザードゴースト、もちろんオレンジのローブではなく、なぜか灰色のローブを着ています。ステージゴーストがオレンジ色のローブを着ていて、ちょっとややこしいですね。さあ50回、ここも宝箱いりませんので、鍵が近くにあると良かったんですが、あ、ぼちぼちといったところでしょうか。ビザードが呪文を飛ばしてくるので、これもしっかりタイミングを見て避けていきます。ドラゴンがうついてますが、立ち止まってくれてますね。可愛いですね。51回、ここはですね、移動の入力を上下左右のいずれかに入力し続けます。8秒間、壁に頭をこすりつけるギルの姿をご覧ください。バランスを手に入れました。レッドスライムの位置が嫌ですが、あ、よし、これで、52回ですね。まあ、52回、ここではデストロイヤーの血をたぎらせて壁を4回壊すことでハイパーアーマーが手に入れます。とダークグリーンスライムがいるのと、ゴースト、そしてドルイドと、ちょっと敵が多いので、まず壁を壊す前に敵の数をしっかり減らしていきます。このね、出現タイミングの調整も結構難しくて、動くのが早かったりするとバラバラっと出現してくるので、本当にしっかり身に染みついているんだなぁと見ていて感じますね。壁を4回壊したので、ハイパーアーマーが手に入りました。それで今まで呪文を受けたら即ミスだったんですけど、一度受けても体力がギリギリ残るようになります。万が一の事故をこれで防いでくれると思います。さあ、53回、このアイテムはポーションオブアンロック。ことは次の回の宝箱を開けるために必要になります。ちょっと説明難しいんですが、特定の地点で下を向く、今のところですね、今のところで下を向くことで宝箱が出ます。
は呪文を飛ばしてくるマジシャンがいないので比較的楽ですね。ちょっと厳しいかな。うん、そうですね。ギルの位置がね、なので、ここもですね、特定の位置で下を抜くことが条件なんですが、はい、あ、いいですね。ルーリング手に入れました。これでですね、ブルービルオウィスプ、レッドビルオウィスプの両方が入る、あ、じゃ両方が取れるようになります。もしこれブルーリングなしで進むってなると、もう恐ろしいですね。さあ、55回ここでは一体どんなアイテムが手に入るのか思うところですが、残念ながら宝箱ありません。ここでも当時のプレイヤー相当悩んだことでしょう。ウィザードが5人も出てくるので、タイミングを調整して、はい、しっかり数を減らしていっています。ビート宝箱ももちもち近い位置にあるので、ウィザードの数一人一人だけにすれば比較的安全なので、それでマトックで壁を壊しと、はあ、ナイス滑り込みですね。さあ、56回、さっきの回宝箱なかったけど、ここの回はどんな宝箱があるのかなと思いきや、宝箱の中空っぽです。先ほどの回のように宝箱がないんではなくて、宝箱を出現させて取得しても何もありません。終盤なんですけど、ものすごい肩透かし感ですね。さあ、57回です。なんか BGM がちょっと穏やかなんですが、油断せず行きましょう。まず、今回扉が近くにあるので、扉を先に通過されるかなと思います。扉を通過するって、今のは偽イスターですね。偽イスターなので、しっかり剣を抜いて倒しましょう。そしてリザードマンを倒します。ということで、宝箱が初期位置に出現しているはずなので、取りに戻ります。先ほど倒した偽イスターはですね、扉の上を通過する前は石ころになっています。石ころが扉の上を通過することで偽イスターに変わるという演出ですね。58回、60回の予行演習です。デストロイヤーの血をたぎらせて、ガンガン壁を壊して進んでいきましょう。ある地点を順番に通過することで、ブルークリスタルロットが手に入ります。はい、ブルークリスタルロットついに手に入れました。で、そろそろタイマーストップが近づいていますので、お伝えしておきます。60回でギルがブルークリスタルロットを通路に置いて正面を向いた時になります。さあ、ついにドルアーガ戦です。ボス戦ですね、いわゆる。まずは、通常のウィザードを2人出てくるので、これを対処していきます。必須ではないんですけど、ちょっと後々これ倒しておかないとかなりしんどいので。そしてハイパーナイト、1体だけ足が速いやつがいますね。 この人を倒していきます。の前に敵の数も減らしておきましょう。まあ、足の速いハイパーナイトをできればちょっと角の方に誘導したいところなんですが、ちょっと気まぐれにごっちゃごっちゃいってますね。あ、ついてきてついてきてと。そうしました。そうすると分身ウィザードが出てきます。あ、一発で当たりを引きました。4人分身出るんですが、1体だけが本物です。1体だけ当てるまで4分の1のくじ引きなんですが、一発で当てていきました。そしてドルアーガ、おっとっとっと、呪文をかけ、ちょっと今焦りましたね。はい、あーっと、やれちゃった、ごめんなさい。大丈夫です。今、ギル生きているんですけども、呪文を1回無効化するハイパーアーマーを消費してしまっているので、ちょっとこのままではドルアーが倒せないという感じですね。すいません、コンティニューでいきます。はい、このレギュレーションコンティニューありですので、もう一度リトライトをいきましょう。申し訳ない、とんでもないです。皆さんも同じ気持ちだと思います。さあ、おさらいですね。まずはリザード2人を倒していきます。ちょっと遠いですね。はい、はい、2人
で鍵を手に入れて安全のためにハイパーナイトもちょっと倒して無用です。せっかく1回で分子フェザーで倒したんですけど、そうですね、はい、4分の1のくじ引きが結構長引くときは長引くので、あ、これは外れですね、これも外れですね。ここが運が悪いと、よし倒しましたね。そうすると、クロックスが出てきます。クロックスをと後ろからツンと倒し、そうするとドルアガが、あー、またやらかした、ごめんなさい。この呪文がね、壁を貫通してくる上にドルアガがすごいチコチ動いていろんな向きに、ね、打ってくるので大変ですね。すいません。はい、頑張ってください。ウィザード1人、2人、ハイパーナイト、次で絶対何とかします。はい、期待しています。壁を壊しているのは後々のウィザードくじ引きのためですかね。そうですね。足の速いハイパーナイトをちょっと端に誘導して、端に誘導しているのはウィザードが、端だと出現位置が限られるからですね。引きました。クオックスがどこかにいるはずなので、あ、いいですね、倒します。あ、ドラーが出てきました。今度こそ危な、今度こそですね。はい、ドラーがちょっとすいません、緊張してて、はい、いけてないですけど、しっかり左で左の盾で呪文を受けて、さあ、いけ、倒しました。よし、よし、これで鍵手に入れているので60階へ。あ、もうクリアは目の前ですね。まず、一番右端のところに、石田様がいらっしゃるので、しっかり剣をしまって、触れましょう。で、下から2段目の真ん中にグリーンクリスタルロットを置きます。今度は上から2段目の真ん中に同じくレッドクリスタルロットを置きましょう。58階でね、似たような動きをしていました。さあ、そして貝を助けに行きましょう。石ころになっていた貝が元に戻り、さあ、もうそろそろタイマーストップのタイミングです。ブルークリスタルロットを置いてタイマースタートです。あ、違う、まあ、ごめんなさい、タイマーストップです。間違えた、最後の最後で、はい、お疲れ様でした。 GG でございます。すいませんでした、ちょっとね、不甲斐なくて、申し訳なかったね。いや、素晴らしい走りだったと思います。こう途中で解説なんですが、見てて思わず一視聴者、完全に最前列を陣取るオタクみたいな感じになってしまったんですが、解説していてとても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、早速ですが、完走した感想をお願いしようかなと思うんですが、よろしいですか。いやー、辛いですね。もっとよかったらなんとか言えたんですけど、途中ね、ちょこっとだけいいところはあったんですけど、最後の最後、ドルアガ戦であんなにやらかすと思ってなかったんで、応援していただいたのに申し訳ないです。ね、予定時間も、ごめんなさい、予定時間も超えちゃったしね、はい、せめてそこだけは守ろうと思ってたんですけど、はい、ドルアガ戦でね、やらかさなかったら本当はいけてたんですが。うん、そうですね。ね。すいませんでした。手ごわかったですね、ドルアガが。はい。はい、またね、練習して、はい、うんうん、もっとね、上手くなっておきます。はいはい、伊藤さん、宣伝の方ありますか。ごめんなさい、はい、ちょっとね、このあれで宣伝はあれなんですけど、実は1月にこういうイベントがありまして、こちらのね、運営させていただいてます。もしね、興味ありましたら、このハッシュタグとか上手プレイヤーズでツイッターとかで検索していただけると情報出ますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、では締めの方に入らせていただいてもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、次のゲームですね、ブランさんによるソロモンの鍵です。舞台は塔から魔の星座宮へ。鍵を探して扉を目指す冒険はまだまだ続きます。RTA in Japan Winter 2021、まだまだ共に楽しみましょう。奏者のリヒト、解説の火遊びはダメよでした。ゲームはナムコー。